まあそういうなんか結婚されてる方とかとなんか恋バナをしたりするのもなかなかする機会がなかったりとかするので、待ってくっつけられるんですよこれ。え、なんかあります？寝て待って。いや寝てないですよね。寝てないですね。終了。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。今日で少量です。はい。はい。今回の動画なんですけれども、はい。コラボ動画でございます。わーイェーイ。今回はですね、うん、イタリアに在住してる、アチオチャンネルさんとコラボさせていただきます。はい。はい。イェーイ。アチオさんはですね、イタリア人の方とご結婚されているゲイカップルの方なんですけども、うん、YouTube を発信していて、うんうん、今回コラボさせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、今、イタリアに住んでるので、うん、直接お話はできないんですけども、うんうん、リモートでコラボさせていただくことになりました。はい、で、リモートでできることって言ったら、うん、あの僕、ジャルジャルさんの動画で見たことあるんだけど、うん、面接をしていて、床に寝ているのをバレないかどうかみたいな。面接を受ける側が、リモートで面接を受けるときに、寝た状態で受けても、その面接官にバレないかっていうことでしょ？そうそうそう。それを、やってみようと思います。あっちもさ。そう。リモートで、そのね、これからね、コラボさせてもらうんだけど、うちらが寝てる状態なのを、そうそうそう。気づかれるかどうかってこと。そう、ワンチャン気づかないんじゃないかなって思ってて。本当に？で、今回も先ほど撮影は終わって、ちょっと僕たちのね、画像自体はちょっと荒くなってしまって、見づらいところがあるかもしれないんですけれども、あちおさんはバッチリ綺麗に、映ってますので、はい、ぜひお楽しみにしていただければと思います。で、まあそうですね、バレてるのか、バレてないのかを、まあ見てもらえればいいかなと思ってます。うんうん、はい。それでは、レッツゴー！ひょにょ。あ、どうも。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕たちの声聞こえますか？聞こえてます。あ、よろしくお願いします。すいません。お願いします。で、最初なんですけど、なんかちょっと僕たちの企画についての説明ができたらなと思ってるんですけれども、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。ちょ、翔太お願いしていい？いやー、なんか緊張すんな。内容としては、恋愛観についてをなんかいろいろ話せればなと思うんですけど。いける？やばい、今、二人のチャンネルをそのまま見てるみたい。すいません、僕たちの、ゲイのカップルの、なんていうんですかね、あるあるネタみたいな感じの内容あるじゃないですか。付き合う期間が短かったりとか、よく言われるのが、あとは、ま、出会い方についてなんか、を、なんか、話せていけたらなって思ってます。ひょにょ。はい。はい、で、まあ、あちおさん、ご結婚されてると思うんですけれども、イタリアで。はいはい。まあ、そういうなんか結婚されてる方とかと、なんか恋バナをしたりするのも、なかなかする機会がなかったりとかするので、なんかそういうことができたらいいなってちょっと思ってたりします。はい、全然大丈夫です。はい。あと、まあ、ちょっと、あちおさんの方と内容が軽く被っちゃうかもしれないんですけど、国際カップルの方と、まあ、日本人同士のカップルのちょっと違いだったりとか、なんかそういうのも気になる方が多いかなって思うので、なんかそこら辺の話もできたらいいなって思ってます。はい。はい。では、そんな感じでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いや、なんかすごい緊張しちゃいますね。いや、僕もなんか始める前、いや、どうしようどうなる。ひょにょ。いや、なんかその、例えばそのゲイの方がやっぱ付き合うのが短いとかってよく言うじゃないですか。はい。なんかそういう、なんかどうなんだろうね。そういう、でもなんかその、結構その人によって分かれるのかなって思ってて、なんか長いく付き合う方もいるしさ。まあ人によるとは思うんすけどね。うん、あちおさんの場合はどうなんですか？なんか結構、その今まで付き合ってた方と、うん、長く付き合うタイプなのか、それともちょっとやっぱり、なんかそういう経験の方が多いとか、なんかそういうのあったりします？僕はやっぱ付き合うなら、長く付き合いたいなと思ってたタイプ。うんうん、はい。無理やり結構この、長く
立ててました。なんかもう関係が破綻してても、はい、この短く終わっちゃダメだなみたいな、はい、こう無理にこう頑張って続けようとするタイプと、はいはい、ああなるほどなるほど、うんうん、そうですよ。ちょっとだけいいですか。はい、ちょっと、ここ見て、うん、ここあの壁なんですけど、これあれマグネットになってて、これ待って、くっつけられるんですよこれ。なんかあります。寝てえ、いや、いや寝てます。いや寝てないですよ、ね、寝てないです、はい、あの寝てないですね、はい、あのちょっとくっつくな、どの壁そうですね、はい、で、まあちょっと待って、どうだっけ、ちょっと待って待って、いや、全然ね、寝てないよね、はい、寝てないです。よいしょ、はい、すごい、ちょっとお見苦しい点が、うん、首がなんかこうなってるから寝てるのか、え、あ、本当ですか。なんだろう、髪の毛が乱れてる感じですかね。風かもしれない、重力に逆らってるか実はですね、あの本当に申し訳ないんですけど、はい、リモート先で横になっててもバレないんじゃないかみたいなやつあるか。いや、完全にバレてる。ごめんなさい、本当に申し訳ないです。なんかちょっと普通になるか。そうだね、普通になろう。じゃあちょっとだけ失礼していいですか。時間ください。すいません。はい、よいしょ、そのまま起き上がるよ、うん、よいしょ、あ汗がやばい、あちょっと待って、これにもドッキリをしたいや、すぐ気づきました？なんか、いや、寝てるなと思ってごめんなさい、本当にそれは、ま、もうすぐバレますよね。いや、なんかその、あちおさんとコラボをするにあたって何をするかっていう考えてたんですけど、うん、ちょっとリモートならではのドッキリをちょっと仕掛けられたらいいなっていう話をしてて、で、今回、あちおさんは気づくかどうかっていうのをちょっと、待って、これは企画自体はこのドッキリ企画だったってことですか？いや、あの、どっちもです。どっちもというか、まあ、ドッキリがメインですけど、はい。傷つけない。手前ですごい、あの、タジタジしてたのは、このドッキリがどうなるかなみたいな感じだったからですか？あ、そうですね。え、あの、最初から分かってました？いや、なんか分かってましたけど。あえてのね、あちおさんの優しさで、うん、あれですよね、気づいてないふりをしていただいたって感じですよね。いや、なんか、いや別にそんな、あの、いや、二人、こう、ここでもこう、うん、イチャイチャラブラブされてるなと思ってる。終了。はい、うん、すいません。というわけで、もう、これは、録画させていただいておりますので、このまま、動画にさせていただきたいと思います。はい。というわけでですね、あの、今回の動画なんですけれども、はい、イタリアに今、お住まいで、うん、国際カップルのね、方で、うん、イタリア人の男性の方とご結婚されている、アチオチャンネルのアチオさんでございます。なんか、ごめんなさいね、なんか気まずくない。だってね、あれだもんね、そもそも、なんか、最初にちゃんとした挨拶もなく、本当に、ごめんなさい。下手じゃない、二人ともなんか、こっちのこと。楽な感じなのかな。いや、こうやってその、リモートで、あの、コラボすることがなくって、うんうんうん、せっかくなら、その、リモートならではのことをしてみようかなと思って、すいませんが、ちょっと、やらせていただきました。全然もう OK です。よかった。どうしよう。あの、あちおさんの動画の方では、ちゃんと真面目に、うん、あの、させていただこうと思ったので。全然ぜひよろしくお願いします。今回ですね、あちおチャンネルのあちおさんとコラボさせていただいたんですけれども、あちおさんのチャンネルにも出演させていただきますので、ぜひぜひそちらもご覧ください。リンクは概要欄の方に貼っておきますので、よろしくお願いします。というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。では、また。あちおさん、ありがとうございました。やばい、エンディングプロだ。
すいませんでした。はい、すいません、ありがとうございます。